尖閣諸島をはじめとする南西諸島へたびたび侵入を繰り返している中国海峡局の艦船についてはたびたびニュースに取り上げられることもあり、多くの人がご存知だと思います。この中国海峡局に対するのは海上保安庁ですが、相手の侵入頻度が上がったこともあり、対抗策として海保でも巡視船の製造が着々と進められているそうです。その一つ、巡視船あかつきもすでに引き渡しが終わって南西諸島で目を光らせているようですよ。今後も大型巡視船の配備は必要不可欠ですし、中型巡視船との連携も強化していく必要があるでしょう。言うまでもなく、上空からの監視体制も手落ちはなく、24時間海峡局動きを監視している状況にあります。今回は海保の大型巡視船黎明型について見ていこうと思います。2021年2月16日、海上保安庁の最新艦艇黎明型巡視船の2番艦暁が就役しました。暁は即中国公船が頻繁に侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海上保安本部に配属されました。この第10管区海上保安本部は鹿児島港を母港し、1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されることになったのです。今後とも尖閣諸島を含む南西諸島防衛に重要な役割を担ってくれることは疑いようのない事実でしょう。ここで黎明型巡視船のデータについて紹介しましょう。排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートル、そこに1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載しています。最高速力25ノットですから、海事艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模と言えましょう。しかし、通常の海自護衛艦に装備されているような、対艦ミサイル、魚雷などを装填する兵器は、すっち不可となっているのです。理由は、この艦艇が、あくまでも、警察力の範疇を超えないための配慮ということです。その代わりとして、70口径40ミリ、のボフォース射程単装機12機と20メートルバルカン砲を2機ずつ搭載しているとみられます。その他、遠隔放水銃や停船命令等表示装置、遠隔監視図書装置などに加えて、両舷には、救難用高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されています。ちなみに、こういった装置は、テレビでも、よく、目にするようなものですね。前述の通り、レ、イメイ型は、前級である、秋津島や、前々級の四季島に次ぐ、6000トン超級の大型巡視船です。今回の主人公である、暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された、秋津島の発展型となっています。ちなみに、名前の秋津島も、四季島も、日本列島の古い呼び名ですね。さて、暁と秋津島は、計画年度が6年も離れていることもあって、全体的に改良が加えられた艦艇になったのです。後部マストですが、秋津島は前部マストと同じラティス構造でしたが、暁は、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに変更されました。それに加えて、居住区画は防音が徹底され、政府材が活用されたことで、居住性も格段に向上しているそうです。任務が長期化した場合にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているのです。さて、海自最新鋭イージス艦マヤ型のデータを見ていきましょう。
基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅21メートルで、6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっています。数値を見る限り、レ、イメイや暁も、ほとんど遜色ない数値ということがお分かりでしょう。しかし、納税者としては、一番の気がかりである、建造コストが心配です。やはり、イージス艦の方が高額です。具体的に、浜屋型が、一隻あたり1700億円という巨額に対し、暁は、その6分の1ほどで製造できるのです。もちろん、この2艦は、使用目的が異なります。海上自衛隊の護衛艦は、敵と戦闘することが前提として作られた艦ですし、巡視船と比べると、設計や構造的に、高額になってしまうのは予想できることです。しかし、イージス艦は別です。特に、マヤ型は、イージス兵器システム経費が大きいと言えるかもしれません。SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載できるのですが、平時は搭載していません。暁も、他の大型巡視船と同様、艦尾に、大型ヘリのスーパーピューマ225を2機搭載できるようになっています。こちらも、平時は、一機のみの使用で、任務をこなしているのです。暁搭載の大型ヘリスーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が、2000年に開発した機体です。全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約280キロの大型ヘリで、日本では、海保以外でも採用されている、機体なのです。余談ですが、暁に搭載されるヘリコプターの愛称は、一般公募の中から選ばれ、青鷲という名称に決まりました。南九州の青い海と、海上保安庁のイメージカラーの青と、大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられたということです。陸自では、スーパーピューマ225を3機購入しており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団、特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備されています。この機体は、通常輸送任務だけではなく、皇室や内閣、国外の要人の移動を担う機体としても活用されているということです。陸自に納入されている機体には、多少の改修が行われていて、操縦席周辺には、防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げる、IR サプレッサーが挿入されているそうです。この IR サプレッサーというのは、エンジン排気口からの排熱を抑え、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する働きのある、赤外線排出抑制装置のことです。東京消防庁にも3機が配備されていますが、救難や救助、救急などの人命に関する任務や航空消防が主な任務となっています。陸自の機種と同じように、非常時の安全対策のため、緊急用いかだや緊急用着水装置なども装備されていて、より汎用的な救助任務に当たれるようになっているそうです。このように、様々な組織に採用されているスーパーピューマ225ですが、海上保安庁の保有数は9機なので、突出していることが一目瞭然です。巡視船以外にも各陸上拠点で使用されていて、今後の活躍にも期待が寄せられているのです。暁艦載機の青鷲ですが、今後は尖閣諸島周辺で、中国公船と対峙するだろうと予想されています。この中国公船は、具体的には中国海峡局に属する艦艇で、
中国政府の息がかかっている船なのです。尖閣諸島周辺への出没には中国政府が糸を引いていることは言うまでもありません。今まで中国海峡局は海保と同じように警察としての権限しか持っていない組織でした。ところが2017年以降、武装警察と表現しても過言ではない組織へと改変されつつあり、今は軍隊に劣らない武力を所持しているのです。アメリカ沿岸警備隊もアメリカ軍の一部ですから、中国海峡局が即脅威と認識するのは早計とも思えます。しかし、2021年2月に中国の海峡法が改正されたことで、脅威度が増したことは明らかなのです。改正前と比較すると、中国海峡局所属の艦艇や職員が武器を使用するハードルが格段に緩くなりました。このせいで、海峡局が武器を使用する可能性が高まったことになるのです。いや中で名高いトランプ政権から民主党のバイデン政権に変わったことを好機と捉えたのでしょうか。中国の尖閣諸島実効支配への動きにはスピードが増しているのです。言うまで、目尖閣諸島は日本の領土ですが、中国からすれば、100年以上も、前の日清戦争の敗戦によって、日本に奪われた土地という見方が大勢なのです。日本固有領土と何度主張しても、聞く耳もたんとばかりスルーされているのが、現状です。実際のところ、尖閣諸島の周辺海域に、頻繁に出没する、中国公船に対し、海上保安庁は手出しできない状態です。日本漁船の操業を妨害されないように警告したりなどが関の山で、海保側から武力行使することもできません。ということは、万が一にも中国海峡局艦艇に攻撃意志があれば、いつでも武力衝突が起こり得るということです。中国が武力衝突の鍵を握っているというわけです。こういった状況を懸念して、日本も海自艦艇の投入を進めるべきという意見も出てきています。しかし、それをいいことに中国が先に手を出したのは日本と指摘すれば、国際的にも面倒の事態になってしまうことも明らかなのです。だからこそ、慎重に対処する必要があり、幸いなことに、日本の大半の意見もそちら側です。仮に、海上自衛隊艦艇を投入し、中国側から攻撃を受けた場合、日本側には問題が山積みです。様々なしがらみの中で動くしかない非凡ですから、極論ですが、高官などの殉職者が出なければ、本格的に動くことはないでしょう。自衛隊隊員はもちろんですが、海保職員も日本を守る大切な人員です。政権を担っている人々には、もしもの時、海上保安庁職員も国際法の下でしっかりと守るという気概を持って、国際的な行動を示してほしいと願います。